クレグザリストはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコのクレグザリストインクにより運営されるクラシファイドコミュニティサイト。1995年にクレーグニューマークにより開始しサンフランシスコ米エリアのローカル情報を交換するためのサイトとして開設された。その後、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨークなど他の都市向けのサイトが次々と開設され、 2009年4月現在、およそ世界50カ国、570都市向けのサイトを要している。2009年時点で28人の従業員を要す。2008年5月よりスペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語に対応した。クレイグニューマークサンフランシスコ、サンセット地区にある本部創業者である、クレイグニューマーク毎月20億ページビューを超える。 アクセスがあり、毎月8000万件以上の広告が投稿されている。クラシファイドを扱う、どの分野においても、最大手であり、毎月200万件以上の求人広告が、登録される、世界最大手の求人サイトの一つでもある。2011年10月までに、クレーグスリストに登録されたアメリカ国内23都市のページにおいては、販売。 と不動産のセクションだけで1日あたり30万人以上の投稿を受け取っている。創業以来、デザインの変更などはわずかであり、最小限の CSS と JavaScript を用いたサイトの構成はとても単純である。求人、不動産、出会い、個人広告、ギグ、履歴書、会議などのフォーラムがある。不法行為や不適切な投稿を識別する機能があり、 利用者はガイドラインに違反していると判断した場合、アカウントの有無や、ログイン状況を問わずその投稿にフラグ付けができる。一定数のフラグが立つと、サイトからの除外対象となり、除外対象フラグ数は、非公開である。フラグには、いた違い、禁止行為、スパム、過剰投稿の3種類あり、フラグ付与者は、偏見や選考利用規約の誤解などにより、フラグ付けをする。 異なる ISP による個人の嵐行為の一環としてフラグが利用されることもある。フラグを理解するために非公式の FAQ やフォーラムで確認ができるが悪質な返答をする利用者により相談所の有用性が傷つけられている。長年にわたりデートやセックス相手の仲介サイトとして人気であり、このセクションにおいては精神的付き合い、デート、 恋愛、割り切りなどがある。在住地域の交際相手を探すのに困難である同性愛者にとっては無料で利便性が高かったことから人気が高い。2005年にサンフランシスコの同性求むのセクションは世界で2番目に梅毒感染を助長するページと認定された。サンフランシスコ公衆衛生当局から圧力がかかった運営元は 最小限のスタッフで運営しており、利用者は自己責任で利用してほしいとサイト内で呼びかけ、サンフランシスコ市立病院と性感染症フォーラムのリンクを加えた。成人向けフォーラムは最初は特別待遇で始まったが、広告が売春を助長するという非難や論争が続き、2010年9月4日にサービス終了した。 2005年7月、サンフランシスコクロニクルは、クレグザリストが、犬のブリーダーからの広告を許可し、ベエリアにおける、ピットブルの過剰繁殖と、不審な売買の原因になっているとされると批判した。2006年1月、サンフランシスコベーガーディアンは、クレグザリストが地方に進出する際、その地域の他の新聞社を排除しようとしているという、内容の記事を発行した。 この記事では、クレグザリストは、地方に進出して、品々を安い価格でうるさい地方の、小さな企業を潰しているウォルマートと同類であると、されている。サイト内のアダルト情報コーナーが売春の温床になっているとの批判が存在し、2007年8月に、アトランタ市長であるシャーリー・クラーク・フランクリンは、クレグザリストの広告を通して、知らないうちに、 自動売春に加担しないよう呼びかける内容のメッセージを掲載した。また、加入者側のリテラシーの問題でもあるが、プロフィールから推測できる女性や老人が一人で営む店が相次いで強盗や性的暴行に遭うなど、店舗経営者が過剰に個人情報を不特定多数に開示してしまうことの問題も指摘されている。 2009年6月、アメリカの替え歌歌手、アルヤンコビックがクレグザリストを皮肉った曲、クレグザリストをリリースしている。ありがとうございます。